ここだ誘拐犯が立てこもってる現場あ銃だ銃を持ってる両手てあげろ警察だそのまま動くな抵抗するな打ち返してきた負ける応戦しようざ切ぎり起こしたみたいだ今だ動くな取り押さえろこちら警部を銃撃戦の上に犯人を捕獲した被疑者の家族によると銃で脅され娘が誘拐されたとの通報目撃された犯人服装の特徴は緑の帽子にナイキの白い服青目のズボン坊主頭で年齢は20代 完全にマッチしております。こいつの顔写真送りましたが、解析結果はどうでしたかふむ送ってくれた顔写真と防犯カメラの犯人の顔と AI 解析したが100、100%完全に一致した。ふうお前、なんでこんなことしたうるせえ警察全員かかってこいやいつでも相手してやるぜ 釈放されたらまた誘拐してやる。犯人はめちゃくちゃなこと言ってます。釈放されたらまた誘拐するとかなんとか。とりあえず署に連行だ。はい。まったく、絵に描いたような誘拐犯だな。違います。本当は僕じゃねえんです。本当です。何言ってやからいい加減にしろ。本当です。かっこもちろん嘘。うわ、信じてください。連行しろ。実はそこに。あその探査に犯人が隠れてます。はお前は頭おかしいのか タンスから別の人物が、オーナーもいます。緊急逮捕しました。くそ、バレたか。え仲間かいえ、なかなかいや違います。私がこの人に誘拐された時に、この人が駆けつけて、私を助けようとしてくれました。でも私が人質で銃を向けられて、身動きできない時に警察が来たから、犯人が自分の存在をバラしたら私は殺すと言って、そのままタンスに隠れたんです。だから彼は自分が犯人のふりをして、私がやられないように守ってくれたんです。で、犯人を油断させながら、こっそりと私の居場所を警察に教えてくれました。 はい。本物の犯人の顔と僕の顔はうり二つです。なぜなら僕らは双子で、こいつは双子の弟の方なんです。だから顔も同じ。だからこいつの家も知ってて、こいつたまに自分を見失う行動をとるんです。でも、今回お前のやりすぎだ。刑務所行って頭冷やしてこい。うん。分かったよ。チク俺が悪かった。ああ、ただの超良心的ヒーロー兄貴だった。バンジョビバン,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 ンジョビバン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 ジョビみんなでボン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 お前の頭をバンボン,ボン